っしゃ、どうだ、ランキングがアップしました。ああ、くそ。あの、はい。了解しました。はい。あ。はい。わかった。
あれ？どうしたんですか、春日さん。暗い顔されて。どうしたんじゃ。そんなパンチパーマが失敗したような頭になって。頭は前からだ。実はニックから新たに条件が出されたんだけどよ。そうなんですか。それでその条件っていうのは。株価ランキング20位以内と本社の移転だ。え？な。移転ってここからその新しい大きい綺麗なビルとかに移るってことですか？そういうことになるかな。すまねえ。嫌だよな。俺勝手に突っ走って二人の気持ち考えてなかったかもしれねえ。必要以上に会社をでかくすることが目的じゃねえ。今の一番成果を守り続けることが大事なんだもんな。それなのに場所を移すだなんて勝手だった。すまん。やっぱ俺ニックに言うわ。出資はもういらねえ。一番成果はこのままここに残って老舗の味を守ることだけにこだわりつ。やったー、やったー。おへいいじゃないですか。移転、せっかくだから綺麗な新築のビルとかに移っちゃいましょうよ。キャー、いいの。実はわしこっそり目星をつけていた物件があっての。駅近くの高層オフィスビルなんじゃが、そこにするのはどうじゃ。おいおい、ちょっと待てって。いいのかよ、移転しちゃって。いいに決まってるじゃろ。もともとうちも騙されて身ぐるみ剥がされる前はそこそこでかい会社だったんじゃ。ようやく復活への第一歩じゃよ。新社屋、新社屋。それならよかったぜ。なら決まりだな。移転を検討しよう。そうじゃ、せっかくの機会なんじゃし、社名も書いたらどうじゃ。社名を。今のわしらは成果以外の仕事もやっておるじゃろ。ずっと一番成果のままだと他の授業をないがしろにしているように見受けられるかもしれんと思っての。確かに貸し会社というイメージがつきすぎることが足かせになってる授業もあるかもしれない。そう言われれば確かに。じゃあどんな社名がいいんだろうな。一番ホールディングスなんてどうでしょう。いろいろな事業を展開する企業はホールディングスとしてやっていくことが最近多いですし。一番ホールディングスか。へへへ、なかなかすごそうな名前じゃねえか。俺はいいぜ。ばあさんは？もちろん構わん。わしはこう見えて横文字大好きじゃからな。コケコッコもいいか。よし、じゃあ決まりだ。新社屋への移転とともに社名を一番ホールディングスに変更しよう。はい、一番ホールディングス。バレながらそれっぽくていい名前。さてと、じゃあ移転先の物件だがどうするか。あ、それでしたら私たちに任せてくださいよ。え、でも大丈夫か。はい、春日さんこの土地に来てからまだ長くないですし、地元のことは私たちの方が詳しいと思いますからね。わしらに任せておけ。最高の物件を用意しておく。本当か。はい、ドドンとお任せください。コスパのいい物件を探し出してみせますよ。わかった。なんだか嫌な予感がする。ようこそ一番ホールディングスへ。
いやいいですね、新社屋。オフィスビル、いい眺め。本当じゃな、これならもっと長生きできそうじゃ。よかったの、コケコッコ。確かに一気にスケールアップした感があるな。だけどよ、このビル高かったんじゃねえか。いやいや、笑顔でごまかすなって。いくらなんだ、高いんだろ。そんなことないよね。うん、そんなことはないぞ。安い安い、気にするほどでもないぞ彼氏。あ、そうだ、私たちは用事があるんでした。ではでは。うん、なんだこれ。100億円ひひ、バレた。お前らコスパがいいビルを用意しますとか言ってたじゃねえか。すまんすまん、最初はそう思ってたんじゃが、欲が出たんじゃ。人間煩悩が108もあるからの、しょうがないじゃろう。いろいろオプションがありまして、いろいろつけていったら結局100億円程度に落ち着いたと。落ち着いたとじゃねえよ。たく、20位以内に入らなきゃならないのに、いきなり大ピンチだぜ。まあでも今回の移転で扱える事業の数も増えますし、いろいろグレードアップしてますから大丈夫。このくらいちょちょいのちょいで返せますって。そうそう、先行投資ってやつじゃ。過ぎたことは仕方ない、そうじゃろ。まったく、よく言うぜ。ま、いいさ、なんだかんだで俺もこのビル気に入ったしな。確かにケチケチしてても仕方ねえ。じゃんじゃか稼いで、このビルじゃ収まらねえくらいでかい会社にしてやろうぜ。春日さん、はい、私も今まで以上に頑張りますから、よろしくお願いしますね、春日社長。ああ、よっしゃ、気合い入れていくぞ。笑顔が一番ホールディングス。さあ、今日も一丁頑張りますか。